ジェームス・ファーレー郵便局はニューヨーク市の中央郵便局である。現在は隣接するペンシルベニア駅の機能を保管する施設が入居している。ジェームス・ファーレー郵便局は古い中央郵便局ビルと西の新館から構成されている。メインの建物は1912年に竣工し、アメリカ合衆国郵便公社の心情が刻まれた碑文が有名である。いわく、 雪であろうと雨であろうと灼熱であろうと夜の暗闇であろうと約束の期間での迅速な配達が妨げられることはない。この建物はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。敷地はウエストサイドマンハッタン、ミッドタウン、チェルシーのグリッド上の区画を2ブロック8エーカーを占める。31丁目と33丁目の間にあり、正面は チェルシーに面している。八番街の向かいには、ペンシルベニア駅とマディソンスクエアガーデンがある。住所は八番街421番地で、郵便番号は1万1が当てられている。郵便を鉄道輸送していた時代の名残で、建物は北東回廊の軌道の直上にあり、地下貨物ホームと直結している。1982年にこの建物は公式に、 ザ・ジェームズ・エファーリービルディングと命名された。これは第53代アメリカ合衆国有政長官のジェームス・ファーレーへの業績を称えるものである。ジェームス・ファーレー郵便局は1947年の古典的映画34丁目の軌跡で一躍有名になったサンタ作戦のホームでもある。ジェームス・ファーレー郵便局は365日24時間営業している。 ニューヨーク市で唯一の郵便局であったが、2009年にアメリカ合衆国郵便公社の深刻な経営難により10時 PM までの営業となった。2021年1月、改築工事が完了した。郵便施設が大幅に縮小され、代わりに鉄道駅としての機能が拡大された。建物の中心にある モイナハンホールは自然光の入る明るい空間となっており、地下のプラットフォームと直結している。周囲には商業施設が多数入居している。ありがとうございます。